Welcome to Kimono Mom's Kitchen. I'm Moe and Dedeshi-chan. Today we are going to show you how to make Japanese mochi donuts. Mochi donuts is one of the most popular donuts in Japan and easy to make. So please try. Alright, let's get started. Parchment paper がないな。あ、ちょっとパパに聞いてみようか。パパ、クッキングペーパーだけ買ってきてくれない？いつまでに欲しい？ Right now。 Why now? 今すぐ。今すぐ、OK。 ありがとね。I love you。 Love you too。 ありがとう、元。もちドーナツ、日本ではポンデリングとか言ってドーナツ屋さんでめちゃくちゃ人気のポピュラーなドーナツです。この間ね、ショートで作った時に白玉粉を使って作ったんやけど、海外では白玉粉じゃなくてもち粉の方がポピュラーっていうのをお聞きしたので、今日は薄力粉ともち粉とお豆腐を混ぜて作りたいと思います。グルテンフリーがいい方はもち粉と米粉で代用していただいても OK です。もち粉 100g と薄力粉 100g を合わせます。 100g もち粉 glutinous rice flour 100g cake flour。 イエーイ、見て見て見てあげて、みんな、すーちゃんちゃんと 100g 測れたよ。ベーキングパウダー A half of tablespoon baking powder。 ぐるぐる、うん、ベーグル回し、すーちゃん混ぜるの上手？うん、上手。すごい上手になってきた。もちろんここで普通にお水を入れてドーナツを作っていただいても OK ですが、栄養を入れたいので今日は水分の代わりにお豆腐を使って栄養を足したいと思います。もちろんお豆腐が苦手な人はお豆腐使わへんくてもいいけど、お豆腐って味に変わりが出ないのでおすすめです。 150g of tofu。 全部全体的にぐるぐるやってから、50ml of water. Depending on the amount of water in the tofu, it should be as soft as your earlobe. 45g of sugar. 何の家？あ、違う違う、パパパパ、買ってきてくれたんじゃない？ありがとう、また。混ぜるのが疲れちゃった。え、違う、パパ。え、クッキングペーパーだよ。クッキングペーパーだよ。違う、これじゃない。キッチンペーパーでしょ、これ。ちょうどなくなってたからよかった。でもごめんね、もと。綺麗にだいたいまとまってきたので、お団子を作っていきます。打ち粉しよう、ちょっとだけ。一口大の丸を作っていきます。お団子をあとひたすら丸める。ひたすらね、やってくれる？うん、あ、そうそうそう、ちょっとちっちゃめでもいいね。ちっちゃいのついてた、うん、ちょっとちっちゃい。これは、うん、ちっちゃくていいよ。だ、なんか子供と一緒にさ、こうやって料理するときってお団子にしたりする作業がある料理っていいよね。一緒にね、やりやすいよね。すーちゃんも粘土で遊ぶのと変わらない感じでやってるけど。見て、あ、大きいのできたんだね。この線がなくなるまでくるくるしてくれる？こうやって？そうそう、くるくるー。ここの線？そう、その線もなくなるまでくるくるくるって。線いっぱいある。難しい。難しいね。この線がね、あるとね、中がさ、揚げてる時にさ、崩れてきちゃうからさ。綺麗になってきた。うん、なってきた、なってきた。綺麗になった。おー、上手上手。すーちゃんさ、こうやってやりたい。そして、頭。あ、かわいい。それも揚げてみようか。クッキングペーパー。あった、パパ。パパ、ありがとう。見て、さくらんぼのドーナツ。すーちゃん、これできたら食べていい？パパの分作っておいて。パパの分です。それだけ。では、 お団子が全部割りました。そこね、パパが買ってきてくれたパーチメントペーパー、もちろんこのまま油で揚げても OK です。でも5個6個7個ぐらい、こういう風にライオンさんみたいに丸くするとドーナツらしくなって食べやすくなって、子供も食いつきがいいです。一面ペーパーを引いて、その上にちっちゃな丸を5個か6個ずつぐらいドーナツ型にしていきます。
これプリンセス用ね。プリンセス用？うん、お花。お花だー、かわいい。180度ぐらいの油でドーナツを揚げていきます。私は米油を使うのが好きです。日本では米油って結構どこのスーパーでも売っている油なんですが、何の油でも OK です。でも癖のない油の方が美味しいかもしれん。十分に油の温度が上がってきたら投入します。ある程度ドーナツが固まるまで触らない。そうじゃないと丸にしたのが剥がれちゃうからね。すでに美味しそう。きつね色になるまで揚げます。 Deep frying cooking oil at 180°C until golden brown。 来ました。熱くて美味しそう。熱くて美味しそうだよね。見て、お花できたよ。綺麗な花。リボンは、リボンは、バイバイリボンちゃん。バイ。温泉に入ってきてね。温泉に入ってるみたいだね。粉砂糖をご飯入れて。Mix 50 grams of powdered sugar with 2 teaspoons of lemon juice. このように粉糖にレモン汁を加えてグレーズにしてもいいし、あとはチョコレートを溶かしてチョコレートをチョンチョンしてもいいし。チョコレートやってみる。これがいい。これもいい。ママチョコレート食べたいからチョコレートやってみる。すーちゃんもチョコレート食べたい。でしょ。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4。この溶かしてくれた粉糖にドーナツの固めをつけます。しっかりつけたら、スパイもやろう。あ、美味しそう。美味しそう。すごい、そうだね。いいよ、くしょ。美味しそう。固まるまで待ちます。58。揚げてるから外はサクッとしてて中がもちもち。もちろんこれ全部薄力粉であったら普通のドーナツになるんですけど、半分をもち粉にすることでチューイーなもちドーナツになります。すーちゃん意外と何もつけない方が好きね。これちょうだい。チョコレートまだ固まってないね。うん、これはいいおやつ。子供と一緒に作るのもいいし、なんか お土産で持っていくのにも良さそうね。見栄えするしね。そして今日はこの水分の代わりにお豆腐を使ったので、すごく栄養的にもバッチリで、子供のおやつにも、大人のちょっと小腹が空いた時にもいいと思います。ぜひ簡単なので作ってみてください。海外のドーナツも美味しいよね。なんかおすすめのドーナツのレシピもあったらぜひ教えてください。すーちゃんと一緒に作ってみる。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. If you have any requests, please let me know in the comments. Bye! Hey guys! Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Mae and... This is Su-chan!